アキラです。今回はチーズを作ります。材料はこちら、牛乳、生クリーム、レモン果汁です。お家でさっとできるカッテージチーズ、そしてクリームチーズを作ります。残ったホエーも無駄にしませんよ。材料の紹介です。牛乳1リットル、こちら成分無調整のものを使います。生クリーム、こちら200ミリリットルのものになります。牛乳だけでもチーズは作れるんですけれども、どうしてもね、乳脂肪分をちょっと多めに欲しいということで生クリームを使います。ここで注意点です。必ず原材料名確認してください。こちらね、生乳と書いてあります。生乳 100% のものを使ってください。レモン果汁 40cc を使います。材料は以上です。ではチーズを作っていきます。今回はちょっと深めのお鍋を用意しています。直径20センチのお鍋ね、ちょっと深めなんですけれどもね、吹きこぼれないようにちょっと深めのお鍋を準備しています。まずお鍋に生クリーム入れます。牛乳を入れます。今生クリームと牛乳を合わせた状態です。ここから加熱をします。この加熱をする時の注意点ね、とても焦げやすいです。ですのでね、よく攪拌をしながら、ちょっとね焦げるの心配だなって思う人はね、中火ぐらいで加熱をしていくと焦げないと思いますよ。この状態でね、沸騰するちょっと手前ぐらいまで熱くします。今回ね、このようなねシリコン製のヘラを使っていますがね、このような泡立て器を使っていただいてもいいと思います。はい、だいぶ温まってきました。こうやって見るとね、少し細かく泡立ってきてる部分もあるんですね。もう少し温めます。だいぶ温まってきました。一回ねちょっと火を止めてみますよ。普段はね、どれぐらいの温度かなんてちょっと温度は測らないんですけども、今日はねちょっと YouTube のために、動画のためにね温度測ってみます。今ちょっと温度を測ってみたんですけれどもね、見えますかね、今90度をちょっと超えたぐらい、もうこれぐらいになれば大丈夫です。沸騰するちょっと手前ぐらい、このまま攪拌をしながらレモン果汁 40cc を入れます。はい、ここからよく混ぜますよ。そうするとね、ちょっととろっとした感じになってね、わかりますかね、今ちょっと固まり始まりました。このようにねついてきてるのがわかりますかね。ちょっとレモン果汁を追加しました。約 10cc です。はい、これでもうだいぶね乳脂肪分こう固まってるのわかりますかね、ね、ヘラについてる部分、これをこしていくとチーズになります。カッテージチーズです。ではチーズとホエーを分離していきますね。今回はねボウルを用意してこちらを使います。クッキングペーパー、これ私のおすすめ、非常に水切れがいい、それでいて破けないということでね、こちらを使っていきます。ちょっと大きめのボウルの上に、私はね菜箸を乗せて小さめのザルを乗せます。この上に先ほどのクッキングペーパー乗せます。このように入れますよ。はい、固まったチーズをすくってこちらに移していきます。はい、このような感じで移していきましょう。このような感じでね絞っていきますね、ホエーを下に落としていきます。でね、このままね時間かけてゆっくり水分抜いてもいいんですけれども、ちょっとね私せっかちなんでね、このまま
キングペーパーをねつまみ上げて、このように巾着状にしちゃいます。この端っこを持ってこのままねこうひねっちゃう、こうひねりながらスプーンで押さえるとホエーの抜けが良くなります。このような感じでねだいたい水分絞れればね、ホエーが絞れれば構いません。はい、このような形で巾着にしたら、こちらねちょっと大きめのボール、ザル付きのものです。こちらにねこのまま移しときます。あとはねこれで水分絞れていきますのでね、残ってるものも同じようにこのザル付きのボールの中に移していきます。はい、このような感じでこちらチーズ、こちらホエーと分離ができました。でたまにですねこのザルからボールを外してもらうとね、このようにね見えるかな、ホエーが出てくるんですね。こちらをねこのように時々こう避けてあげながら、このままラップをかけて冷蔵庫でちょっと冷やしておきます。そうするとねきれいに水分抜けてきますんでね、美味しいカッテージチーズになります。冷蔵庫の中に保存して7時間ほど時間が経ちました。まずねラップを取って確認をしてみます。今現在このような状態、これをね開けてみますよ。どうでしょう、もうしっかりとね水分の切れた状態になっています。もうこの状態で今カッテージチーズです。ちょっとね出来上がったものをねボウルに移してみます。はい、もうしっかりとねチーズの状態です。こちらね置いとくだけでこれぐらいホエーが取れていますね。これはね後ほど使います。はい、硬い状態、ここにお塩を入れて練り込んでいくとね市販のクリームチーズのような感じになってきます。でこのままの状態、全くねもう本当に牛乳の味そのまま、チーズの味だけ、お塩の味は入っていません。ですので食べるときにねこのままお皿に盛り付けて醤油をかけて食べてみても美味しいと思いますよ。このままパンに塗ったりしてそのままのねチーズの味を楽しむのもいいでしょう。またねちょっとお塩の味足りないなっていうときにはねちょっとお塩をかけてもらっても結構だと思います。クリームチーズね、お塩入れる場合にはだいたい分量としては重量の 1% 前後ぐらいで十分だと思います。 100g につき 1g ぐらいの分量で大丈夫です。こちらチーズを作るときに出るホエーです。こちらね捨てるの非常にもったいないです。このままちょっと舐めてもらうと牛乳の甘さを感じます。で今回チーズを作るときにお酢を使いませんでした、レモンを使いました。ということでねほのかにレモンの酸味を感じます。ということでこれおすすめはカレーライスまたはシチューなどねスープ類なんかに使っても美味しいです。カレーを作る場合はお水の分量をねこれホエー使う分を差し引いていただいてこのホエーを加えてください。そうするとね本当にこのホエーの美味しさ出てきます。またおすすめなのはこのホエーにお砂糖をちょっと入れてレモン果汁を足す、それを炭酸で割るとねとっても美味しいねレモンスカッシュのようなちょっとね甘みがあるんですけれどもね美味しい飲み物になります。いろいろとね合わせられますよ。牛乳の代わりに使ってちょっとさっぱりめのカフェオレのようなものであったり、ミルクティーのように使ったりと、もう使い方は皆さんそれぞれですのでね、いろいろ試してみてください。絶対に捨てちゃダメですよ、美味しいですよ。今回は簡単に作れるチーズの作り方でした。カッテージチーズ、このようにね練り込んでいくとクリームチーズになります。では作り方のポイントです。牛乳1リットルに対して生クリーム200ミリリットルを使っています。どちらも生乳から作られているもの、ね、他に混ぜ物のないものを使ってください。牛乳の場合は成分無調整、そして生クリームは生乳 100% のものを使ってくださいね。
牛乳を加熱する際には焦げつかないようにヘラなどでねずっと動かしながら焦げつかないように加熱をしていってください。だいたいちょっと沸騰する手前90度ぐらいになったところでレモン果汁を加えます。そうすると乳脂分が固まり始めてねこのようなチーズ状になります。それを絞るとチーズになります。またねこちらねホエーの方も無駄にせずね、カレーに使ったりシチューに使ったりまたは野菜スープにしても美味しいです、ね、先ほどご説明したようにカフェオレに使う牛乳のように使ったりもしくはミルクティーのように使ったりそしてレモンスカッシュのようにねここにお砂糖を加えてレモン果汁を加えて炭酸水で割って飲むととっても美味しいです。もう本当に捨てるところありません。今回はお家で簡単に作れるチーズの作り方でした、ね、これでねピザ作っても美味しいですよ。皆さんね簡単にできます。ぜひお試しください。